皆さん、すごい選手を見つけてしまいました。いや、まあ正確に言うとですね、まあ、たまたまイーフトの動画を見てたらね、海外のね、人気イーフト実況者、まあ登録者がね、20万人超えている、まあイーフト実況者なんですけれども、そのね、実況者の方が紹介していた選手で、なんとたったの36,000GP で獲得できる、総合値100の通常選手を紹介していきたいと思います。いや、やばいでしょ、マジで。見つけた時びっくりしたよ。本当に。サムネイルの方でね、ボールコントロールが99、ドリブル96、ボールキープ96、グランダパス97、フライパス98、総合値がなんと100の 36,000GP でゲットできる通常選手がいるんですよ。すごくない？いや、俺結構イーフトね、ずっと、結構っていうかもうずっとか、ずっとやってますけど、いや、知らなかったわ。やっぱね、世界は広いね。本当に。タイトルがね、まあ、eFootball2024 で最も過小評価されている OMF のスタンダード選手みたいなね、隠された宝石みたいなね。まあ、日本語訳、Google 翻訳使ったら、まあ、そんな感じのタイトルになってて、いやもう早速ね、やっべえと思って、そんな選手いるなら撮るわと思って撮りました。はい。オリベル・トーレスです。紹介されてる通りね、ちょっと、はい、育成していきましょう。ちょっとライブアップで D ですが、シュートが4。パスが12、ドリブルが14ぶり、クイックネス4、脚力5と、おお、あ、ん？ん？ボールコントロール99、ドリブル90、あれ？あれ？ボールキープ90、ん？ 90、あれ？サムネの方では96、あれ？あ、あれか。監督のあれだ。いやいや、まだ早い、まだ早い。ぐんと上がるから、ここから。いやいや、まあ、ちょっとチームに入れてみればね、また違うと思うんで、ちょ、早い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 。ここに入れてみましょう。さあ、いきます。いきますよ。せーの、ドン。そこち92？あれ？ボール？コントロール96？ドリブル90？あ？これサムネ詐欺やないかーい。いや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 、なんかさ、コメ欄見たらさ、なんかナイスとか書いてあってさ、いや何がナイスやって、俺許されないよ。本当にビッグタイムメッシ勘違いで引きましたって俺相当言われたからね。そんなレベルじゃないよ。おい、許されんのかなあ。これが海外ではおかしいだろ。総合値8も足りてねえぞなあ。こんなの、こんなの許されてたまるか、おい。おかしいだろな。とりあえずね、せっかく撮ったんで使っていきますか。はい、ちょっとオリベルトーレスね。まあ、ライブアップで D なのでね、ちょっと調子が怪しいところですが、まあまあまあ、使っていきましょう。さあ、ということで1試合マッチングしました。お願いします。さあ、調子はせーの、ドン。おー、耐えたー。あれかな？絶好調子とか？まさか。そういうことかな。そこまでは見てないけど、それでもちょっとかなり悪意あるけどね、総合値100ってサムネの方でね。え、ちょ、許せない。まあまあまあ、使用感めちゃくちゃいいかもしれない、いいかもしれないんで、はい、とりあえず文句言う前に使っていきましょう。さあ、やべえ、全然総合値に目取られて、スキルの方全然見てなかったな。さあ、オリベル・トーレスどこにいる？オリベル・トーレス？あー、いるいるいる。あー、全然無理だ。オッケーオッケー、取れないか。あー、厳しいな。ちょ、シュート打たせ、あ、でもシュート打ってないのか。90、あ、60いくつだったよな、確か。シュ、あ、じゃあ、危ない。オリベル・トーレス？ここか？さあ、こうして、こうして。まあね、ドリブル能力はまあ確かに高いんよ。あんだけ振ってるから。そりゃ高い。そりゃ高いんよ。ここ。いやー、やばい。ちょっとここ、しっかり守ろう。ここしかないだろ。あー、それは、やっちゃったね。さあ、カウンター。オリベル・トーレス、とりあえずトラップ・トゥルーからの、一旦出して、ここ出せるか。お、いいぞ。お、オリベル・トーレスから、チャンスは生まれない。やっちゃった。ごめん、やっちゃった。助けて。いやー、ちょっと一旦スキル確認してみますか。はい、オリベル・トーレスね、ちょっとスキル全然見てなかった。あ、ダブタールね。ワンパス、ルーパス。ああ、スキルは結構優秀だね。はいはいはい。なるほど。あ、いけるね。あ、でも決定力が、決定力が、ああ、70。ああ、まあ、入らなくはないって感じだな。相当きついけど。お、フィーゴ空いてる。で、オリベル・トーレス、来たか？
来た、いった、おお。ナイスー。さあオリベル頼む、ここ出して、いやパス能力はね確かにあのサムネ詐欺にはあったけど悪くない能力してるから、うん、パスは結構信頼できる。さあただここから待って、落ち着いて、いいよ、ナイスピルロ、さすがだ。さあオリベル、さあオリベル、ここ出せる、いいよ、おお、悪くない形、取れるか、取れる。さあオリベルのパス繋がらず、オリベル、オリベル、さあオリベルからチャンスが行くか、一旦ここ出してなっちゃうかな、いける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 、ラームからオリベル、主役のオリベルが行ったか、いやー惜しい、まだある、まだある、ある、余計オリベルからチャンスが生まれ、そしてゴール。あ、メッシ開くねこれ。さあメッシが打っちゃいます、ナイス。オリベル一切関係なし、オリベル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 行くか、オリベル頑張れ、オリベル。終わった、おー、オリベルのラストシュートにビビリ散らかしてギブ、おー、え、これさちょっとサムネ詐欺にはあったけどさ、これ強いかもな、オリベル、おー、素晴らしい勝利です。さあということでラスト2試合目やっていきましょう。もういいでしょオリベル、2試合でライブアップで D だし、そろそろ不調子引く気がする、2試合目だし、いきます、せーのと、おおほほ、耐えるねオリベル、素晴らしい、はいはいはい。でワイツさんのスカットがこんな感じした、オーケー、ラストいきましょう。いやこれでまたね1試合目のように活躍したらもうさすがに、さすがにこれはもうね認めざるを得ない、はい、ということでいきましょう。ナイス、おお、オリベル空いてるよ、オリベルいけいけいけ、出せる、オリベル、オリベルの、あー、くっそ、オリベル空いてる、え、オリベルいいな、ポジショニングいけるか、オリベル、オリベル、オリベル、ハハハハハ、うわオリベルいいかもしれんぞ、このチームにいい流れを持ち込んでるのは間違いなくこのオリベル・トレス、出せる、はい、出せる、無理でした、いいよいいよいいよ、オリベル、つながれば、おおおおおアシスト、オリベル、ええやん、ナイスー、すげえ、オリベルめっちゃ活躍してくれた、2試合連続で、すげえ。さあオリベル評価は、ああ 6.5、 おお、チーム2番目の評価ですね。いやまあ確かにね、ほぼ2アシストみたいなもんだからな、うわー、まあでも一言だけ言わせてもらうと、やっぱりね最も過小評価されてるのはちょっと盛りすぎだし、あのサムネはちょっとダメでしょ、詐欺だし。